第二次崩壊戦争でテレサは最愛の友セシリア・シャニアテを永遠に失った。テレサは恐れた。このままだとセシリアの娘、自分の姪っ子キアナ・カスラナモが天命の犠牲品になるのではないかと。ここでキアナたちを待とうかな。やはり。つまんない。へい。
無条件射殺機ファイヤーファイヤー、うん、はっはっって、セシリアの死がこんなにテレサを苦しめるとは、僕を恨むほどに。いや、これも必然か。カレンを助けようと平民どもを犠牲にした時も、カレンは怒って僕に平手打ちしたじゃないか。テレサには本当にカレンの魂が受け継がれているのかもしれない。いや、ありえない。どこにそんな根拠が。2009年5月1日、